急に。皆さん、お付き合い、今までお付き合いした、ここの時間までお付き合いいただきありがとうございます。ですね、こういう事態がですね、子供が生まれて発生するということでですね、これまでずっとバンド活動いろいろやってたんですが、なかなかですね、遠方でライブができないということにですね、そういう現実に直面しまして、住んでます豊橋、その近郊でこうやれないかということでですね、あとはまあ全世代いろんなあんまり世代とかも関係なく音楽できないかなと思って、ちょっとですね今回豊橋宇宙人っていう、イベント名でやってるんですけど、これはまあ箱実体のないライブハウスという感じで、名前だけ作って、運営してるんですが、今日はその2回目でいろいろ縁がありましてご縁がありましてアムリタさんでですねやらせてもらえることになったんで、本当にうち近所なんですごく助かるんですけど、まあね本当に抱っこしてもらったりとか、本当にそれだけで30分間抱っこしてもらえれば、それで泣かなければ僕らパフォーマンスをこう出すことができますんで、すごくですね本当にこれまではそういう人もなかなかこう頼めるか頼めないかみたいな感じにもなってきますんで、僕ら実家が遠いものですから、なのでですね、すごいいい環境、すごいでき始めて、もう落ち着いたから、でき始めています。こういう中で育ったこの子がですね、将来どんな感じになるのかって皆さんの注目して見ていってくれればいいかなと思います。今日はですね、この豊橋宇宙人、宇宙人という名前はですね、2番目にやってくれました藤井さん、キャップの藤井さんがですね、昔函館でやってたライブハウスの名前です。そこで僕はいろいろ今の音楽の、今の音楽のベースができたという感じなんですけど、私が抱いてみようか。抱いてみよう。その代わりドリンク作れないで。すみません。よいしょ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 。すみません。大丈夫です。よし。さすがお母さんだから。はい、静かなうちにやって早く。そっちは先に残っちゃうから。それどん先に。私さ、タバコの火つけばせんなら消してくれる。じゃあ、4曲、5曲ぐらいやります。4曲ぐらい。泣くまでやります。
ありがとうございます。
ごい気持ちいいなと思って。さすがメイン、メインイベント今日。あの僕らですね、すごいあのアコースティックコンビなんですけど、まあ、ユズをきっかけにですね、18歳くらいの時に始めたような人たちなんですけど、その後にさっき出た藤井さんみたいなところのフィルターを通ったためにですね、すごい変な方向にこう曲がってですね、非常に一見暗いようなネガティブな音楽に聞こえますが、そこからこう見えてくるものは非常に明るいものではないかと思ってですね、あの僕らやってます。まあ、ちょっと見た目にこだわらないで、こう芯のところにあるようななんかそういうところをキャッチできる人とたくさん会って、なんかこう僕らの音楽が広まっていってくれるとすごい嬉しいなと思ったり思わなかったりしてます。次、映画っていう曲、これは札幌で作った曲です。Oh.
地味に活動してないので、新曲とかもあんまりなくて、すごい、いろいろ呼んでもらうために申し訳ないと思ってますので、今日はちょっと作ったやつをやってみます。アマリタさん、ジャンベ借ります。
座って。で、テレビ出てない一回。テレビは出てないです。もうぼちぼちで出れるよ、絶対にも。アンコールは、この豊橋宇宙人のライブ規定上ないことになってますので その時間を使ってみんなでお話しするということになってますので飲みながらちょっとお話ししましょう。次の曲がアンコールを含めた頑張ってやる曲なのでありがとうございました。今回2回目ですけど今度またここかもしれませんし豊橋のあそこかもしれませんけどどこでやるかわかんないですけどまたプラプラやらせてもらえるとこ探しつつ、イベントやってきますので皆さんのご協力ご声援よろしくお願いします。最後です。七種のムジークどういう感じで来て分かりました。
はい、ありがとうございました。完成されたので、ご飯まとめいただいてありがとうございました。終わりです。飲みましょう。ありがとうございました。来ていただいた、本当にね、来ていただいた皆さんとお店を覚えたのに感謝します。だから、こういう風になるの。縦になる。縦に。そうそうそう。